皆さんこんにちは、東北キリタンです。皆さんこんにちは、ズンダモンなのだ。あれ、ズンダモン、なんかいつもと声が違うね。風邪でも引いた？今回の僕はボイスピーク東北ズンコに付属してるボイスピークズンダモンで喋っているのだ。なんか声の響き方が自然で聞き取りやすくていいね。天、出発進行。デージ、今回は前回の続きで南武線4線コロ217Fを武蔵溝の口から府中本町まで運転するのだ。休日の昼前に運転される快速電車だね。これまでは直線が多かったんだけど、ここからは R400 程度の急曲線が多くなります。武蔵溝の口を発車した直後にも制限50がかかります。 R400 ってことはだいたい制限75くらいなのだ。その通りだね。上りとまではそんな感じだから、そんなにスピードは出せません。第7閉塞、進行。狭い敷地をカーブで縫うようにして走る姿、まるで私鉄みたいなのだ。制限75を抜けたら、75キロまで加速して待ち受けです。宿河原通過までの走行の目安は、70から75キロくらいです。余裕自分があるようでないような微妙な区間なのだ。私のお客様は、第6閉塞、進行。もう次の駅が見えてきたのだ。まあもともと私鉄の路線だからね。津田山、通過。中継、進行。駅通過直後に制限55がかかるので、忘れずに減速しましょう。信号の観光、制限速度、速度調節。今日のキリタン、なかなか忙しそうなのだ。速度制限や信号が多く、筋が比較的立っているこのダイヤ、なかなか運転しがいがあって好きです。第4閉塞、進行。これだけカーブが多くて筋が立っていると、線味とか大変じゃなかったのだ。距離が短い路線だし、大体のカーブが制限75だから、数回走ったらまあまあ覚えたよ。マスター曰く、常磐線や信越線の線味のが大変って言ってたのだ。あれは片道 130km 超えるから確かに大変そうなのだ。上越本線の酒田から秋田でも 104.8km だから、そう考えると長いね。東北の土地感のない視聴者様には分かりにくそうな例えなのだ。関西周辺だと草津から西明石が約 120.9km くらいなのだ。進行、9時通過。名古屋起点なら特急信濃でも1時間30分ほどの中央西線木曽福島駅までが 133.1km くらいだね。それに対して南部線は川崎から立川の 35km とだいぶ距離が短い路線だから、線形を覚えるのは比較的楽だったと言ってたのだ。とはいえ距離は短いですが、駅やカーブが多いので遊び応えがある DLC になっています。気になった皆さん JR 東日本に貢いでみましょう。マスターは全タイトル持っているから結構な金額になってそう。どれどれ、全11の DLC を購入すると37,280円になるのだ。ズンダモン、計算めちゃめちゃ早くない？あ、ズンダモンは人手なしだったね。確かに僕はズンダの妖精で人ではないけど、もっと他の言い方あると思うのだ。僕はズンダを食べると頭が良くなるのだ。その代わりズンダの足りていないズンダモンは行かれてるけどね。宿河原通過。中距離電車のグリーン車1階席から JK のスカートの中覗こうと頑張ってたり、河川敷でバーベキューしてる人たちに爆竹投げ込んで遊んでたよね。出発進行。爆竹で遊んでた時には草に燃え移って危うく火事になるかと思ったのだ。まあマスターも打ち上げ花火に点火した直後に逆さまにして遊んでたら、火の玉が自分めがけて飛んできて焦ったとか言ってたようなアホだけどね。第1閉塞進行。くだらない雑談をしていたら、まもなく上りと駅に到着します。制限70、制限70の後に制限55があるのですが、なぜか引っかかりやすい制限なので注意します。中継、進行。町内、進行。制限55はポイントの手前あたりからかかって、ホームに入る寸前に解除の標識があるんですよね。不思議なことにカーブのだいぶ手前から制限がかかるんですよ。そしてカーブの途中で制限解除の標識があるんだよね。制限55。線路をよく見るとおそらく関東が不足していて、乗り心地に影響が出ないように通常より低い速度制限を設けているように見えるのだ。確かにカーブの途中に分岐器があったので関東を設けられないですね。さあ甘いブレーキの E233 なので、詰めたブレーキをしないように止めていきます。
ちょうど良さそうな感じなのだ。あれ、微妙にブレーキ余る。ツルツル滑る B1 でここはごまかします。ちょっとミスったな。メツ、出発進行。ドアの前で待っている乗客からするとじれったいブレーキングだったのだ。まあ遅れは出なかったし、停止位置はぴったりだから前押しとしましょう。上り戸に到着なのだ。新宿、小田原方面へは小田急線にお乗り換えができる駅なのだ。本来はドラえもんのテーマ曲が発車メロディーとして流れる駅ですが、シミュレータでは大人の事情で流れません。県、本線出発進行。0時。次は一息飛ばして稲田堤です。制限65がかかっていますが、加速している間に解除されるので気にしなくてもいいでしょう。83キロくらいでノッチオフすると、その後にかかる制限80に間に合うように速度が落ちます。第12閉速進行。宿河原とか稲田堤とか、なんか川に関係する名前の駅名が多いのだ。南武線の大半の区間は多摩川に沿っているからなのかな。多摩川で取れた砂利を運搬するのが当初の南武線の目的だったからね。砂利の運搬とか神社や寺の参拝客輸送とか、市のある路線は現代ではあまり考えられないような理由で線路が敷かれているから面白いのだ。昔は現代ほど自動車が普及していなかったし、高速道路もなかったのに、三宮線とかまさに路線が建設された目的がそのまま路線名になってて面白いのだ。ああ、三重県の紀勢本線滝駅から伊勢神宮の近くを通って鳥羽へ向かう路線だよね。大半の三重県民は近鉄に乗るから、利用客数は三宮線って聞いたことあるけど。まあ近鉄のが本数が多いから、三重県で JR を利用する人って少数民族なのだ。快速三重でキハ75のエンジン音を聞きたくてわざわざ JR を使うマスターは変態なのだ。あの列車、便によってはかなり筋立っててかなり回送するから、乗り鉄的には乗ってて面白そうね。第10閉速進行。中之島通過。中之島ってこんな感じの夜景が綺麗な場所だよね。ただの住宅街だし、お京阪電車はどこから乗れるんでしょう。こんな感じのレトロな建物もあったよね。それは大阪の中之島なのだ。てか南武線の運転動画なのに南武線の話題が出てこないのだ。まあマスターは南武線にほとんど乗ったことがないし、首都圏の人ではないからこの辺り土地勘がないって言ってたわ。少しくらいは知識づけてから動画作れなのだ。東京都に関しては国分寺より西へ行ったことがないって言ってたね。まあマスターの住んでいるところから首都圏までは少々距離があるから仕方ないのだ。埼京線、中央線、仙石線、京葉線、鶴見線などは実際に乗りに行ったそうね。このシミュレーターをよりリアルに運転するために実際の運転を観察しに行ったそうよ。さすがはマスター、愛知県からわざわざそんなとこまで行くのだ。さあ稲田堤に到着です。残り時間が50秒以上あるから余裕はあるかな。所定の停車時間が20秒と短いから少々装着しても大丈夫かな。ホームタンで55キロ、ブレーキは B6 を目安に進入します。いい感じの速度でホームに進入できたのだ。京王相模原線はお乗り換えってアナウンスがあったけど、どこにも見当たらないのだ。京王線は5分くらい歩いたところに駅があるようだね。よしよし、いい感じに止まれそう。メツ、進行。発車56分50秒。確かにブレーキは甘いんだけど、変な癖がなくて扱いやすいのが救いだわ。応答性がいいのは助かる。確かに京浜東北や中央線の E233 よりかは効いてる感じがしないのだ。埼京線のが一番ブレーキ強くて、中央、京浜東北のやつは同じくらい、京葉線のやつはちょっとだけ弱くて、南武線の E233 が一番効かないってマスター言ってた。県、第6閉速進行。定時。同じ E233 系でも仕様によって若干性能が異なるのだ。製造から月日が経つと編成によって個体差が出てくるって、このゲームの公式配信で運転手さん言ってたのだ。それは聞いたことあるかな。
検査で工場入った後とかも若干挙動が変わるらしいね。まあ自動車ですらオイル交換したりクラッチ交換したりタイヤの空気圧調整すると運転感覚が変わるのだ。使用する運転台が変わると癖が変わるとかもあるみたいです。とある鉄道会社ではホワイトボードにどの編成がブレーキが効くとか甘いとかを一覧にしていたのだ。東急2000系みたいに機械性は効くけど空気ブレーキがめちゃめちゃ甘いとか211系みたいに空気ブレーキの効果なんか効いてる感じがするやつとか語ろうとしたら沼にはまりそうだね。それにしてもこの区間は結構飛ばすのだ。このダイヤ全体的に筋が立っているんだけど今田堤からは特に立ってる区間なんだよね。ここは93キロくらいでナッチオフすればこの先の制限85に当たらずに済みます。矢野口通過。そしてたった今神奈川県川崎市から東京都稲城市に入りました。え、今までずっと川崎市だったの？川崎市って広いのだ。夜行駅以外は川崎市ですね。起点の川崎からここまで 22km くらいあります。たまに見るクソデカ自治体なのだ。県境って山とか川の中にあることが多いので住宅街の中でまたぐのもなんか新鮮な感じがしますね。中継進行。第1閉塞進行。この区間も余裕がそんなにないので再加速します。ストレートの後に制限75があるので減速が遅れないように注意しましょう。東京にしてはこの辺りなんだかのどかな雰囲気しますね。ここは正面には丘がありますね。正面に丘、某航空事故調査番組では飛行機があの丘に突入しそうなのだ。たまにタスクとティータスがごちゃごちゃになるってマスター言ってた。電車の運転席からクライムクライムとか音声流れてきたら恐ろしいのだ。そうなったらもう助からないぞってひまりさんの EX ボイスを使ってみたいですね。キリタンがメーデーミンと意外だったのだ。てかこの EX ボイスがあること自体驚きなのだ。まあ僕の EX ボイスでもそうだ大声を出してごまかすのだ。どこかで聞いたようなセリフがあるらしいのだ。公式も積んだもんがネットのおもちゃにされて変なセリフばかり喋らされてることが認知していそうね。まあトークソフト化の宿命なのだ。ここは停止位置目標は運転台のすぐ近くにあるから合わせやすくて助かります。地面から生えてて背が低いやつとか感覚がつかみにくくて苦手なのだ。メツ進行。稲城長沼発車0分30秒。通勤時間帯にはこの駅発着の区間列車もある駅なのだ。まあまあ飛ばして走った割には停車時間を30秒程度しか確保できないんですね。この区間そんなに乗客が少ないんでしょうかね。快速って乗客が多く乗ってて停車駅では少々長めに止まるイメージがあるんですけどどうなんでしょう。確かにこのシミュレーターは余裕のあるダイヤが多いからキビキビとした走りをするのは新鮮な感じなのだ。点灯出発進行定時。次の府中本町までもあまり余裕がありません。少々飛ばし気味で走行します。77キロくらいでナッチオフするとこの先の制限75をクリアできます。まあ余裕がないし私は低速使って走るのが好きだから低速使うんですけどね。微妙な上り勾配になっているところではマスコンをガチャガチャせずに速度維持ができる低速ボタンはとてもありがたいです。便利な機能によるには地味に使用機会が少ないのだ。まあ大体は惰性走行で済みますからね。回復運転とか勾配の多いところくらいしか出番ないです。回復運転とかなら最高速度ギリギリを楽に維持できますし勾配が多いとこでもマスコンガチャガチャしなくてよいから楽だし乗り心地も良さそうですからね。ただ反応が鈍いので狙った速度にならなかったり緩い下り勾配ではなかなか反応してくれなくて速度超過したりするので使うにはコツがいります。確かにこんな感じで上り勾配がしばらく続くところでは便利そうなのだ。中継進行。南多摩通過。ただ低速ボタンを使用していると時々 EB をリセットしないといけないのが面倒ですね。たった今 D って鳴ったのが EB 装置なのだ。マスコン、ブレーキ、警笛を1分以上操作しないとブザーが鳴って5秒以内にリセットボタンを押さないと電車が緊急停止する仕組みなのだ。運転士が運転中に急病などで意識を失うことを想定した装置ですね。低速ボタンを使っていると運転士がハンドル操作をしない時間が増えるので
EV が頻繁に鳴るんですよね。なのであえて低速ボタンを使わずに手動で速度を維持することもあります。他にもブザーが鳴っていない時でも EB ボタンを押すことでタイマーをリセットすることができるのだ。たまに実際の運転手さんもやっている時があるのだ。第一閉塞、進行、ここで多摩川を渡ります。左側になんか線路らしきものが見えるけど、あれは何なのだ。あれは鶴見の起点の武蔵野線ですね。鶴見からここ中本町までは貨物列車のみが運行されています。たまに臨時の旅客列車が走ることはありますけど、南部線の混雑が激しいのでおおむね並行して走る武蔵野線を旅客化する構想があるようですが、路線の大半がトンネルで駅を作るのも難しそうです。そういえば武蔵野号とか下総号とか一部で貨物線を走る旅客列車もあるから、シミュレーターで実装されたら面白そうなのだ。南たけし城内、進行。南たけしって誰だよ。音声合成ソフトってたまに変な読み方するんですよ。まあその都度マスターがきちんと読み方やアクセントを調節しているのだ。ちなみにボイスピークで話してる僕はほとんど声を調節していないのだ。到着時刻まで残り50秒程度、ちょっと余裕が少ない気がするのだ。余裕が欲しい場合は制限70を抜けたら90キロくらいまで加速しておきましょう。さっきのポイントでの揺れがひどいので速度を落として運転する人もいるようですが、キリタンは高速域からの突っ込んだブレーキが楽しいから嫌です。乗客の皆様、近くの手すり、つり革におつかまりくださいなのだ。ご協力、ご理解を強制いたします。 B6 でも意外とギリギリになりそうなブレーキだぞこれ。まあ止まれるんだからいいけど、あ、意外と緩める余裕あったわ。さすがはキリタン、無駄のないブレーキなのだ。メツ、南部出発、進行、4分40秒発車。結構飛ばした割には30秒程度しか停車できないんですね。それでは今回の動画はここまでになるのだ。最後までご視聴ありがとうございました。